that's just my point of view. That's just my point of view. Yeah. はい、こんにちは、リグです。今回なんですけれども、なんとですね、日本一年収が高いキーエンスの元社員の A さんにお越しいただいております。 A さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キーエンスに受かるための必勝法と、あと日本一ですね、給料が高い日系企業の実態について聞いていこうと思っております。ではまず簡単に自己紹介をお願いします。A です。はい、キーエンスで、まあ、2年ぐらい働いてまして、はい、今は転職して広告代理店の方で働いてます。はい、部署は営業です。そうです。キーエンスで働いてた時の業務内容をちょっと簡単に教えてほしいんですけれども。営業で、1ヶ月の間に、まあ、半分は社内で働く日、うん、で半分は外回り、うん、営業する日っていうので分かれてて、時間としては早い時だと7時、もう早いですね、前から。はい、で夜は遅い時だと、はい、まあ、夜の10時まで働いて7時から10時、はい、イメージ通り忙しいですね。1日のタイムスケジュールというと、応報件数っていうのは大体何件くらい行くものですか？まあ、7件から10件ぐらい。そんな多いんですか？まあ、事業部でも、はい、件数とかは結構変わってきたりはするんですけど、はい、僕は大体それぐらいでした。あ、そんな多いんですね。はい、ちょっと早速下水話をしたいと思ってるんですけど給料の形態について、なんでこんなに年収が高いのかっていうのをちょっと知りたくてですね、その給与形態と年収が高い秘密っていうのをちょっと赤裸々に語っていただければと思います。給与形態に関しては、はい、まあ、基本給だったりとかは基本的に他の会社さんとかと一緒で、多分20万とかそれぐらいとかだと思うんですけど、はい、まあ、そこにプラスアルファで、はい、まあ、業績賞与っていうボーナスですね、はい、なんか会社で出た利益を社員で山分けするっていう、毎月それが上乗せされて、ほうほう、その夏のボーナス、冬のボーナスとは別で、あ、そうです、そうです、月ごとに賞与っていうのが上乗せされる、上乗せされますね。それが年収が高い秘密なんですね。普通2回、夏と冬だけだと思うんですけど、春と秋も含めて、はい、合計4回。あ、年間の通常ボーナスが4回ある。そうですね、なんで合計すると、まあ、12ヶ月足す4ヶ月で、まあ、16回あります。ボーナスが16回、はい、まず格付けの上乗せされるボーナスっていうのは大体いくらくらい？5万から10万ぐらいじゃないですか。あ、春夏秋冬4回のボーナスっていうのは金額はどれくらいで？春と秋は50から60くらいで、夏と冬に関しては入っても女の子の夏はそんなもらえないんですけど、冬がおそらく100前後とか100だったと思います。まあ、次は就活選考について伺っていきたいと思います。 A さんが内定をいただいた時までの流れっていうのをちょっと簡単に聞きたいんですけれども。はい、面接が0次面接から2次面接まであって、はい、でその後に最終面接っていう形、溶接明会などに行った時に、はい、最後に20秒自己 PR みたいな形で、20秒自己 PR、 自分の自己紹介を、はい、まあ、簡単に20秒で、その20秒喋ったら、はい、次の人、はい、次の人、あ、ほんとストップ流れ作業、はい。まずその0次面接の合格率っていうのは難易度的にはどうなんでしょう？ほとんど受かってるイメージなんですけど、本当に8割とか。あ、それくらいが最初は通るってことなんですね。その一次面接っていうのは、一次面接っていうのは、はい、説得面接っていう、例えば、はい、その面接官の人が、はい、まあ、紅茶好きなんだけど、ほう、コーヒー好きにしてください、ほう、ね、就活生が営業をするっていうの、あー、営業をかけるんだ。そこでもう営業のセンスみたいな、そうですね、そこは見られてると思います。まあ、今の例だと、まあ、なんでまず紅茶が好きなのかとかを聞いて、あ、そうです、まさに、で、理由を聞いて、あ、なるほど、そういう理由なんですね、で次コーヒーに移ってもらうように、なんかその人にとってのメリットとかを、まあ、言ってくるんじゃないかな。それで受かってる人はそういう感じ。説得面接だけなんですか、その一次面接っていうのは？そうですね、まあ、これ0次面接の時もそうなんですけど、うん、対面の面接と同時並行で、はい、性格診断みたいなテストを、はい、もう毎回受けさせられるような、性格診断、ここは他の企業よりもかなり力入れてやってるんじゃないかなって。じゃあ集まる人は比較的、まあ、こういう人だっていうのをもうそこで絞っていくみたいなところがある。そうですね、二次面接についてちょっと伺っていきたいんですけれども、どういった内容になってるんですか？
ランクが難易度が高いっていうのでおー、質問ですか、はい、は要素面接って言うんですけども、要素面接リーダーに求められる資質は何ですか、3つ答えてくださいとか、はいはい、3要素を挙げてそれの理由をそれぞれ述べていく、どういうテーマなのかっていうのは本当にランダムなんで、あこれは用意していけないような、まあ、うちの会社の面接全部がそうなんですけど、準備が必要っていうふうに言われて、なるほど、その人の由来の力が試されるというか、なるほど、まあ、普通の企業だとね、まあ、ガクチカを述べて志望動機を述べてで PR をするというそういう流れになってるんですけど、キーエンスの場合はもうそういったもの一切関係なくて、もその場で出されたテーマに対していかに論理的に答えられるかっていう、確かにそうですね、なるほど、そう今思えばそうです、全然違いますね、全然違いました、それすごい面白いやり方ですよね。じゃあ最後最終面接なんですけど、これはどういった感じなんですかね、二次面接がそこでほとんど落とされるんで、はい、問題なければ、はい、通るっていうような形で、あなんでここの合格率は割と高いんじゃないか、はい、今のじゃ面接の内容を踏まえてキーエンスに受かる人に求められるものって A さんなりにどういったものがあると思いますか。うちの会社結構貪欲なやっぱり人が多いかな。なるほど、成長とかに貪欲っていう、いや成長にも貪欲です、給料が高いから金に貪欲っていう意味も入ってるのかな。そうですね、貪欲な人が多い。他に何か特徴ってあります？自分のことが大好きな人、おー自信家なのかな、自己愛が強い、そうですね、貪欲で自分のことが好きな人が多いと、でも完全主観ですね。はい、続いてなんですけれども、結局就活は何が大切か、A さんなりのちょっと考えを聞かせていただきたいです。自己分析と、あと他己分析、自己分析だと、自分はどういう人間で、うん、どういう、まあ、会社だったりとか業界とかが合ってるかとか、はい、他己分析っていうと、はい、他者からどう思われてるかっていうのもあんま聞けてなかったなって。はい、自分だけじゃやっぱり限界があるというか、はい、うん、やっぱり自己分析っていうのは僕も大事だってすごい思ってて、面接とかの内容に関わってくることはもちろんですし、今後自分が社会に何か働いていく上で自分が欠かせないことだと思うんですよ。つまり自分が何をやりたいかっていうのを入社後にギャップがなくすためにも、自分がどういうことってどういうことに喜びを感じるのかっていうのは分かっているっていうのは絶対入社前に必要なことだと思うので、もうその自己分析に対して A さんの意見大変です。本日は A さん貴重なお話をありがとうございました。この動画がいいと思った方はですね、高評価といいねですね、ぜひよろしくお願いいたします。A さん本日は本当にありがとうございました。 OK ちょっと見直します。